じゃあなんで支持骨がトラブルを起こるんですかね。そこがいろいろあるんですけども、最初の頃は、まあ、結局その肉体的な捻挫するとかで、そういうことであるだろうと、そういうふうに言ってましたよ。あ、じゃあ物理的になんかどっかぶつけたからとか、ひねったからとかっていうってことですか。というふうに思って考えてましたよ。でもそればかりとは言えないっていうだけじゃなくて、そればっかりじゃないなと、それ以外があるっていうふうになった時に、こう自分のこう考え方とかで、今の自分の状況とか、そういうことが来た時に、だから情報性だけじゃなくて加工性もあるんだなと。なるほど。そういう自分の状況とかいろんなことで心配とかストレスでそこをずらすと。だから自分を見失うのは、ただ支持骨、結果的には支持骨がずれるから自分の存在する理由が入ってこないだけども、それは支持骨が何かの事故か何かでそうなっているからじゃなくて、自分の状況、自分の考え方、生き方というものの結果、支持骨をずらすということで結果的に自分を見失うと。そしたらじゃあここがあって特定したとしても、大元がこっちだったらそこで一瞬良くなった感じがするけど、結局はってことってことですよ。なりますよ。なるほど。だから意外にがちゃんと入ってきても、そういう言い方考え方で結局それを出せるんだなと。